もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。あきおめ。あきおめ。こちらよ。何を言ってんねん。ずっと最初から失礼なやつだな。ごめんごめん。何で笑うの？なんで？何で笑うんですか？なんで？何で笑うの？ふざけてるだろ。ふざけてないっすよ。おふざけんなよお前。お前だよふざけて。なんて失礼なやつだ。笑うな笑うな。おい笑うな、一旦落ち着け。落ち着けよ。言えてない。落ち着いてください。なんやめてもう、これ進まないじゃん会話。じゃあ、おでんで、おでんで。14歳。14歳？そう。若いっすね、だいぶ。いっぱい食べてね、いっぱい食べて。いっぱい食べてる。いっぱい大きくしましょう。何をだよ、ってね。全然変な意味じゃなくて、普通に身長とかの話し。もう止まりましたし。え、もう止まってんの？止まりました。え、早くないちょっと。そうか。小学校の頃高かったのじゃあ。あ、高かった。何センチぐらい？164。で、今？今。え、高いね。高い。え、だってもう高校生とかぐらいじゃない？身長で言うと。え、多分そんな。いや、大きいんでね、いろいろとね。ん？いろいろ大きいんですか？いろいろってなんだよってね。思うっすよね、すいません。例えばって言われてもね、何ですかね。うん、例えば何ですかね。例えば、まあ、目とか。目はそんな大きくない。あ、そんなか。鼻の穴とかしか。最悪すぎて。別にそんな何も大きくない。あ、そうですよね。そうですよね。しませんね。なんか変な。変な意味じゃないんで、全然。誠実なジェントルメンなんで。ジェントルマンなんですか？ジェントルマンじゃないですよ。ジェントルメン。ジェントルマン。ジェントルマンじゃなくて、ジェントルマン。あ、すごい。あ、すごいね。適当に読めよ、お前。棒読みやめろ、お前。棒読みやめろ、お前。で、お正月とかなんか、どんなことして過ごしたんですか？ん？ちょっと勝手に頑張ろう。悪すぎるか。うん、悪すぎる。すいませんね。目をかけて。これ、皿拭いてるわけじゃないんで。はい。皿こうキュッキュしてるんじゃないですよ。キュキュッとでね。やってるわけじゃないんで。今、あれですか？春休み中？冬休み。あ、しません、しません。春が秋冬で間違えて、ポンコツね。ポンコツなんで、私。入れ替わってるよって言ってね。なんて入れ替わってるよって言って、春夏秋冬がね。君の名はかって言ってね、季節版のね。え、冬休みはいつまでですか？今日までです。明日から学校なの？明日から学校なの。え、よかったね、最後に私と話して。あ、よかったよかった。日記とかあるんじゃない？日記とか。あるある。私書きましょう、ぜひ、私のこと。書かない、書かない。書くでしょ、今日はめちゃめちゃイケボのお兄さんと当たったよって。付き合いたかったけど、振られちったって言ってね。可愛いしね、声が。ありがとうございます。好きっすね、私。ちょっと言わせてもらいますけども、ここは。はい。大好きです。ありがとうです。もっと喜んでいいんですよ。あ、嬉しい。いや、棒読みだ。だって私が褒めることあんまないですから、人を。そうなんだ。あ、普段バカにしてきてるんで、人間。いや、誰がバカにされる側の人間だって。落ち着いてくださいよ。落ち着けよ。もう私かそれ。私は落ち着いていけないの。正月だから落ち着いていきましょうよ。いや、それ餅つきだろ、それ。正月だからね、餅ついていかないと落ち着くんじゃなくて。あ、大丈夫、なんか詰まってる？なんか詰まった、お餅。お餅食べた？お餅食べてない。お餅食べたでしょ、今餅ついたから今。ちょっと詰まって今ゴホゴホしたんじゃないの？
結構モテるんですか、暮らしとかでも。あ、全然モテないです。またまた。本当にモテる人ってやっぱこういう時謙遜しますよね。モテない人も本当のこと言うと思います。いや、落ちない人なんか意地があってモテるとか言うんで。あの、思い出はなんかあるんですか？思い出？うん。ないっすね。なんかしたいっすね。毎日アニメ見てる。アニメ見てんだ、毎日。毎日アニメ見てる。え、結構見るの、アニメ。え、結構見るかな。え、なんか意外っすね。え、意外っすか？え、いいっすね。私も結構見るんですよ。うん。あんま見えないでしょ、アニメ見てるように。ん？見かけによらずアニメ大好きなんで。そのまま。そのままが気持ちいいね。そのままで。そのままですね。え、なんか何が好きなんですか？ドクターストーンが好き。え、ドクターストーン。ドクターストーン。え、大好きですよ。大好きですか？おはよう、スカイ、グモーニングウォーっつってね。一気にオープニング。この前私もね、3期見終わったんですよ。おお。そうそうそう。あれさ、見てたらなんか頭良くなる気しない？あー、うん、するする。適当じゃな。いや、ほんとほんと。なんか知識をさ、いろいろ知れるから楽しいよね。楽しい。で、理科とか好きなんじゃないの？ん？理科。理科好き。あ、理科ってその、理科ちゃんじゃないよ。どっちも好き。そう、こっち言うか、その、理科ちゃんじゃないから。理科ちゃんも好きだけど。好きなんだね。そっちじゃないから、あの、季節の、あ、季節じゃない、教科の方ね。教科の方。教科の方です。好きなキャラとかいるんですか？氷河が好きです。あ、氷河ね。あ、ちょっと活躍したよね。あ、そうそう、ずっとね、あの、引きこもってたけどね、家にね。私みたいにね。私、あの、ドクターストーンは朝霧玄君好きですね。あ、めっちゃわかります。あの、玄君の声真似と聞いてくれませんか？聞きます。聞きますよ。はい。それはジマでバイヤーだよね。結構似てる。最高です。他ありますよ、好きなアニメ。進撃の巨人。進撃だと、まあ、リヴァイとか。おー、リヴァイ。いいですか、やってみて。いいですよ。おい、ガキども、これはどういう状況だ。あ、めっちゃ似てる。最高、最高。じゃあ、付き合ってくれますか？やだ。なんで？超えた方の男の人とか、まともな人いないでしょ。おいおいおい、俺はまともだろ。どうすげえ。俺と付き合え。やだ。うなじをそぎ落とすぞ。そぎ落とされたい。いいんかい。じゃリヴァイになるも全然。